らっしゃいませ。ありがとうございました。八神さん？ん？よう、幸田さんか。どうしたの？職員室に用事？そろそろ八神さんが来る頃かと思って。え？ニュース見ました。あの御子柴先生のやつです。殺されてたって。八神さんはそのこと前から知ってたんですか？まあね。やっぱりな、だと思ったよ。それで八神さん、御子柴先生のこと聞き回ってたんすね。だったらそう言ってくれりゃよかったのに。言えなかったんだよ、お前らの悲しむ顔を見たくなかったから。マジな話、誰に殺されたんすか？御子柴先生には世話になったし、やっぱ気になるんですけど。まだほとんど何も分かってない。そっちこそなんか思い当たることないか？多分御子柴が殺されたのはこの学校に来なくなった直後だ。え、そうだったんですか？ニュースで言ってたよ、死体は死後2ヶ月くらいだって。ってことは学校へ来なくなった頃に殺された可能性が高いだろ。何マッツン、なんかミスケンの奴らみたいじゃん。八神さん、沢からは何か話聞けたんすか？いや、昨日はちょっと邪魔が入ったもんでさ、沢先生とはほとんど話せなかった。あの、俺本当に御子柴先生が殺されたこと悔しいんです。だから何か分かったら教えてもらえません？
それは約束できないけど、お前がまともなこと言ってるの初めて見たよ。松井です。ああ。私にもよかったら教えてほしいです。御子柴先生には嫌な思いもしたけど、殺されるなんて、なんか自分でもどう感じているのか整理できないんです。わかった。それじゃあ失礼します。沢先生。学校に来るなとは言いません。私にそんな権限はないですから。でも、もう構わないでください。昨日はあれから何か。お願いします。二度も同じことを言わせないでください。聞こえにくいな。もしもし、つくも？俺だけど、偉人町で御子柴の死体が見つかった現場ってわかる？ええ、もちろんすぐに。八神氏が今から向かうのですか？そのつもり。なるほど。ただ死体が見つかって何日も経ってます。現場へ行っても目ぼしい証拠はもう警察が持ち出してるかと。かもね。でも見ておきたいんだよ。無駄足かどうかは後で考えるよ。まさに探偵の鏡ですな。勉強になります。見つけました。死体の発見現場は桜川沿いですね。小さな公園脇に廃ビルがあります。死体はそのビルの2階で見つかりました。1階部分は潰れた用品店なんかが並んでいますな。了解。ありがとな。
どこだ。怪しいな。こんにちは。誰もいないっすよね。お邪魔しますよ。死体があって
った場所は何か跡が残ってればいいんだけど。